サンダモン丸は、かつて三菱商事船舶,舶部が所有、運行したタンカー。三菱商事が、サンペドロ丸9タンカーの改良型として、1935年に、三菱重工業長崎造船所で建造したタンカーで、サンダモン丸92隻の一番線である。同系線としては、二番線のサンクレメンテ丸があるほか、純同系のサンペドロ丸9として、サンジエンゴ丸。 サンルイスマル、第1コクラマル、第2コクラマルが建造されている。竣工後は主に北米横浜間の石油輸送に従事していたが、アメリカの石油輸出政権後は、目的地がボルネオ島に変更された。太平洋戦争勃発直後の1941年12月23日に、日本海軍により徴用され、海軍一般徴用船となった。 1943年9月1日には特設運送船に移籍した。1943年11月4日にボルネオのミリで原油1万600トンを積み、途中で第221船団に加わって日本を目指したがチェジュ島からモジエ航行中の11月27日午前0時過ぎにアメリカの潜水シーホースの来撃にあうげんにひかみなり、 さらに午前1時半には左限にも、なりし、約10分後に沈んだ。船長を含め28名が戦死した。太平洋戦争後に、三菱汽船の後ろ身である、三菱海運のタンカーとして、同盟の二代目船が建造されている。1954年に竣工後、原油輸送に活躍。1964年4月1日、三菱海運が日本優先と合併した。 ため日本優先に遺跡。1969年8月11日、パナマのゼ前コープ SA に売却され、リマンに改名。以降の消息は不明である。ありがとうございます。